ついにミュージックゴールドラッシュハイファイブアオディション、記念すべきクォーターファイナル進出バンド一組目が決まる。声はすごくいいなと思います。狙ってんだったらこれは別にゼップ立ってるところに出てきたなっていう、なんかその時のリアム・ギャラガーをなんとなく抱負させるような。ミュージックゴールドラッシュ、司会の藤田拓海です。アシスタントの穂中です。さあ今回からいよいよミュージックゴールドラッシュハイファイブオーディション審査がスタートします。新たな才能の発掘を任された審査員の皆さんご紹介したいと思います。まずは寺岡義人さん。義人さん、よし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 。その呼び方じゃないと思う。初めて聞いた。で続いてそんな掛け声をかけております、楽しい、いよいよ始まりますから。いよいよ今日から始まりますから。さあそして今回ですね、特別審査員の方をお招きしております。ロックスター古川豊さんです。ありがとうございます。ロックスター、ありがとうございます。さあいよいよ審査がスタートします。今回栄えあるクォーターファイナル進出一組目を決めようと思います。一次審査で選ばれた3組はこちらです。シェルフィッシュ、アリカ、そしてマイロペンサス。記念すべきミュージックゴールドラッシュハイファイブオーディションの1曲目はシェルフィッシュでワールドイズワンダフル。続いて聴いていただきます。アリカでそこまで広くない世界が私たちの全てです。どうぞ。最後はマイロペンサスで命らしくです。どうぞ。すごい。さあ審査員の皆さんの意見も出揃いました。はい、今回クォーターファイナルに進出するバンド紹介していただきましょう。さあそれでは代表して寺岡義人さん発表お願いします。はい、今回クォーターファイナルに進出するのは